はいいホーム 221B のでですす皆さんお疲れ様でございますえっ、ー、とですねあのー、今日ちょっと聞きたいんですけど今日なんですけどねあのー、街歩いてたらですねマンションがあるんですよまあ結構大きいマンションでしたわそこのマンションのね横を通った時に書いてるんですよ壁,壁,壁に貼ってあるんですけども「このマンションは43台の監視カメラが設置してあります」って書いてるんですね。 これ皆さんどう思います、まああのセキュリティのためにそういうこと書いてるんだと思うんですよ。で実際43台あるんかどうかわかんないんですけれどもまあ僕がね実際しないですよしないですけれども僕が泥棒やったらば43台ぐらいやったらいけそうやなって。 思っっちゃったんでですすよねねどうですか、ね、なんか43代って意外と少なくななくいですかなんかんね東京ドームちょっと盛るかもしれない東京ドームの半分ぐらいの大きさのマンションでしたなんか大きさ的にはなんか43台ってなと思ってまあメタルギアよりは簡単そうやなこれがゲームやったとしたらなって感じだったんですけどどうなんですかねちょっとセコムとかで働いてる方いたら、ね、ぜひ教えてほしいんですけど43台ってねって感じだったんですけどね。はい で、今日は、えー、ボードゲームの紹介なんですけれども、今日紹介するボードゲームはですね、こちらでいきましょう。バーン。バイソン将棋と呼ばれるものでございますね。はい。えー、まあざっくりまず言いましょうかね。えー、作者はですね、アレックス・ランドロフさんですよ。 まあ有名です。えー、何が有名ガイスターですね。こちらでございます。前も紹介したかな。ガイスターがまあ有名だと思うんですけれども。アレックス・ランドルフのバイソン将棋。で、二人用のゲームになっているんですね。で、プレイ時間が書いていないが、そうね。まあ、15分ぐらいかな。大体ですね。で、このアレックス・ランドルフはですね、 まあ将棋が、日本の将棋が大好きだった人なんですよね。だからもう、まあ日本語訳ですけれども、ざっくり将棋って入っちゃってるんですけれどもね。だからバイソン将棋言うぐらいなので、やっぱりざっくり、あの、めちゃめちゃバイソンが出てきます。で、これ今日なんでこれを紹介しようかなと思ったんですけれども、あのー、ほら、最近ね、ボードゲームじゃなくて、ゲーム界、テレビゲーム、ゲームの中で、まあテレビじゃなくてもね、ゲームの中で、こう、非対称 マルチプレイヤー対戦ゲーム、オンラインゲームっていうのが流行ってるじゃないですか。あー何が有名でしょうね。一番有名なところ、パッと出てくるのはやっぱりデッドバイ・デイライトですかね。アプリとかだと第五人格とか有名ですよね。それこそもう機能かな、えー、スイッチ版の、ニンテンドースイ Switch 版のデッドバイ・デイライトが発売されましたよね。だからあのゲームはね、こう追っかける側と逃げる側でこう分かれるみたいな感じなんですけれども、だから今でそうやってゲームでね、ゲームの中では割と その非対称な、えー、立場が違うねプレイヤー同士が立場の違うゲームが流行ってるんですけどまあボードゲームの中で言うと非対称ののゲームって結構歴史長いですよねあのー、一番有名パッと出るのはスコットランドヤードでしょうかまああれもね、えー、警察と、えー、怪盗になって追っかける側と逃げる側ミスター X になって逃げる側っていうゲームなんですけれどもこのですねバイソン将棋もですね非対称 のゲームなんですよ2人用の2人専用ゲームとなっていてバイソン側とインディアン側に分かれて戦うんですね将棋ってまあ普通基本的にな立場一緒じゃないですかで持ってる駒も基本的には一緒なんですけれどもこのねバイソン将棋はさすがアレックスランドロフ面白いアレンジをしてきたんですよもうね持ってる駒がまるっきり違います コマの数も全然違いますではどんな感じになるのか、えー、どんな感じのルールなのかざっくりとご紹介したいと思いますはいではバイソン将棋ねルール説明やっていきたいなと思いますまあセットアップはこんな感じになっていますね、えー、じゃあまず盤から説明していきましょうか盤はまあこちらなんですが縦、えー、がですね 1, 2, 3, 4, 5, 6, で横が1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11の70 7 7け1 1の77マスになっていますねで入っているのがまずバイソンコマですバイソンコマがですね11個横1列並んでますはいバイソンちゃんです結構可愛いでしょう。こんな感じでバイソンが突進してくるんですよでバイソン側のプレイヤーがまずこっちに座るでインディアン側のプレイヤーはもうこっちに座ってるって感じですねでこちらがですね ワンちゃんでございます。ワンワンと黒い犬なんですよね。黒い犬って可愛いですよね。白い犬も好きなんですけど、茶色でもいいですよね。いろんな犬がいます。はい。いろんな犬がいますて全部一緒でしたね。黒全部黒やったわ。全部黒なんですけれども。あのー、これ誰そう、これがね、あのー、ま、あ主役というか、まあ、インディアンでございます。で、このインディアンはですね、インディアンがしアなあかんことは、この突進してくるバイソンをですね、防がないといけないんですよ。 はい。で、逆に、バイソンは何をすれば勝ちかっていうと、バイソンはですね、いっぱいおるんですよね。11匹おるんですけれども、その中の1体だけでいいです。1体だけでいいので、どれか1体だけでもいいので、一番端までたどり着くんですよ。1体でも一番相手の一番端までたどり着いたらバイソンの勝ちです。逆に、インディアン側、どうやったら勝てるか。 インディアン側は、えー、バイソンを、まあ、全て倒すなり、えー、とバイソンの動きを封じるつまり、まあ、バイソン側のプレイヤーをもうこれ以上何もできませんっていう状態にしたらインディアン側のプレイヤーは勝ちになります、はい、ではそれぞれの駒の動きを見ていきましょうか、えー、先手がですねバイソン側から始まります何て言うかな バイソンはね、もう数11匹おるじゃないですか。で、こっち5体しかいないじゃないですか。トータルすると。バイソンは動き方弱いです。えー、チェスでいうところのポーンですね。本当に前にしか動くことができません。前に1マスしか動くことができません。もう動いたら戻ることにもできません。ほんまに前に1マスだけです。はい。だから、どっちかっていうと、バイソン側は質より量で戦う感じですね。 一方、インディアン側は結構いい動きをする駒たちなんですよ。はい。まずじゃあこのワンちゃんからいきましょう。この犬はですね、縦、横、斜め、好きなだけ動けます。一直線にバーッと動けます。その一回のターンでこう曲がってりゃできないんですけれども、方向決めたら好きなだけ進めます。で、インディアンの動き方はですね、インディアン君の動き方は、縦、横、斜め、一マスだけです。 まあ、キングの動き方ですねバーッとは動く犬みたいにバーッとはやっぱり人間なんで犬よりは足は遅いんですよバーッとは動けないんですが縦横斜め1マスだけだったらは動くことができますでこのインディアン側ね注意していただきたいんですがもうバイソンはねバン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 突進できるんですよ1マスだったらばね1マスだったらまあ突進できるんですけどもこのインディアン側のプレイヤーはですねわかりますかねここに川とカバーがあるでしょ この,こ,このマスの間しか動けないんですよね。ここのマスの間しか動くことができませんつまりこのインディアン側犬もそうなんですけれども川を越えて移動することはできません。だからこれダメなんですよね。こっちで移動するしかない。でこっちからこっちに移動することもできなくなってしまいます。はい まあ、あ駒の動き方は大体こんな感じですね。バイソンは一マス。こいつは縦横斜め方向を決めたら一直線お好きな方向に動けます。で、こいつは縦横斜め一マスしか動かせません。はい。で、この犬はですね、例えばこ,うここにいるとするじゃないですか。バイソンで今ここにいました。で、今バイソン側のプレイヤーだとしますよね。そうしたら、バイソンは、 犬がいると前に進めないんですよつまり犬の能力としてはバイソンをせき止めることができるんですバイソンをせき止めることができますはい倒すことはできないですよ倒すことはできないですせき止めるだけです逆にもうバイソンも突進することができないはいじゃあインディアンさんこいつ例えば斜めしか進めないじゃないですかめっちゃ弱いじゃないですか何ができるんですかって話でしょこいつはね重要です こいつは縦横斜め一マスなんですが、今例えばこういう状態でした。な,ならインディアンさんのプレイヤーです。インディアンはですね、バイソンの方向に移動して、バイソンを倒すことができるんですよ。つまりバイソン駒を取り除くことができる唯一のプレイヤーなんですね。バイソン駒を倒す、まあ、取り除くことができます。つまり、インディアン側は、まあ倒すなり、 えこうやって犬でせき止めるなりして全てのバイソンを封じ込める、まあ、倒したり封じ込めたりしてバイソンを動けなくするっていうのがまあ勝ち目標になってきます、まあ、実際どんな感じになるかっていうと今バイソンから始まりましょうバイソンが先手です。バイソン1個動きました はい。じゃあ、インディアンどれか一つ選びましょう。じゃあ、こんな感じで動きしましょうかね。はい、次バイソンです。はい、じゃあ今度はインディアン動かしてみましょう。はい、次バイソンです。<aciones> はい、こんな感じで行きましょう。はい、バイソン行きましょう。はい、はい、こんな感じで行きましょう。はい、バイソン行きましょう。犬行きましょう。はい、バイソン行きましょう。で、また犬行きましょう。で、だから、このバイソン、今、動けなくなっちゃってるんですよね。はい。で、またバイソン行きましょう。はい、で、またインディアン行きましょう。 バイソン行きましょう。インディアン行きましょう。バイソン行きましょう。インディアン行きましょう。で、倒すことができるっていう状態ですね。はい。だから、どういう風になるといいかっていうと、まあ、例えばですね、まあ、取り除かれた、取り除かれた、取り除かれたりして、どん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 取り除かれていきまして、まあ、最終的に、例えばなんですが、こういう状態になってたら、 インンディアンの勝ちですねバイソンこちら取り除かれちゃいました。でもうこいつらバイソン動けないのでこういう状態になってたらインディアンの勝ちです。だがしかし一体でもいいのでこの川を越えて一番端までバイソンが行けばバイソンの勝ちとなるゲームですね。あのー、まあざっくり言うとというかマ、まあ、ルフールこれが全てなんですけれどもこれね 人によっては、レビューとか見てると、バイソン側が有利とか、いやいやいや、インディアン側が有利やろっていう人多いんですけれども、僕アホなので、僕はね、そんなに気にならないです。どっちも割とそこそこ楽しいです。はい。で、ね、一応正式ルールでやると、お互いバイソン側もインディアン側もチェンジしてやるんですよ。それで、両方買ったら、バイソン側でもインディアン側でも両方買った人が、 このゲームの勝ちとなりますねまあバイソン将棋こんな感じのルールでございましたはいいかがでしたでしょうかバイソン将棋だったんですけれどもまあ あのー、将棋をね、だいぶ斬新にアレンジしたなっていう感じのゲームですよね。あのー、僕ね、将棋できないんですよ。チェスはできるんですけれども、将棋できる方、まあ、チェスできる人でも楽しいかな、結構似てるんでね。あのー、ちょっと変わったチェス、将棋をやってみたいなって方は、ぜひね、チャレンジしてみてください。まあ、これも前回紹介した、ここにありますね。コリドール。 っていうボードゲームを紹介したんですけれどもまあアブストラクトっていうジャンルに入りますねこのバイソン将棋もあのまあ運の要素がないという意味ではあのー、アブストラクトのジャンル部類に入りますねぜひやってみてくださいでまあねこのバイソン将棋僕が思うにですよ結構好きなんですよ結構そこそこ好きなんですよで正直これね僕はね僕がプレイするときはそんなにこんなねめちゃめちゃおもろいめっちゃ盛り上がるっていう感情にはならないんですけれども なぜでしょうね時たたまやりたくなななるゲームなんですよなんか食べ物でもないですかなんかそんなにめっちゃ好きじゃないけどなんかあれたまに食べたいなみたいなそういう感じのゲームとして2人用なので是非まあ 1一個もっとくのは僕かなりおすすめだと思いますやっぱりもう,もう亡くなってる方のねアレックス,ランドルス・ランドルフの巨匠のもうゲームですよはい是非ボードゲーマーならばぜひ1個もっいてもいいゲームなんじゃないかなと思いますのでバイソン将棋ぜひ2人で楽しんでみてくださいゆるーく楽しめますさあ、えー、このバイソン将棋面白そうと思ったらですねぜひ高評価でコメントとかぜひお願いいたしますチャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いいたします楽しみにしております えー、今日もご覧いただきましてありがとうございました。ホーム 221B の渡辺でした。ほな。